よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は川上さんが来てます。はい、漫画家の川上です。よろしくお願いします。これはファミリアのシーンですね。この流れはどうなってましたか、話的に。できればね、漫画読んでもらうのが一番いいんだけど。まあそうですね。ファミレスでこの3人がケーキ食べてるところにダイエットしてるって言ってた子が対面しちゃって気まずいっていう系ですね。一番インパクトになるのはスクリーントーンの使い方ですね。明るいファミレスが急に暗くなって、この漫画の一番ゼロの段階も入ってるんですか。うん、入ってる入ってる。最初はこれか、アイディアの段階で担当さんに見せるのはこれで見せてて、でこれはいわゆるネームってものですかね。ネームだね、多分 iPad で。おお、あの、なんだっけ、プロクテイト。あ、それそれそれ。書き出してこっちにクリップスタジオに持ってきて、これを別に解像度とか気にせずにプロクレートで新規カンバス勝手に作って、そのまま本当にラフって感じですね。本当にラフだね。これよりもっとラフなキャラクターの形でもあまりわからないレベルなネームとか書かないですか。うん、これの1個前は普通のノートにペンで自分だけが分かるぐらいの、もうほんと小さいサイズ。そのノートもあれば見せてあげたいけど、絶対分かんないけどね。こんな感じにさ、ラフにね、おお、すごい。全然違うページだから。こんなのパッと見てもさ、俺以外の人は絶対分かんないから。数ページが同時に見える感じですね。ああ、そうそう。だから全部のページが一応こうやって引くと、全部のページが見えるようにしておくと、この辺でこうグッと盛り上がるから、その辺まで引いていくっていう流れも作りやすいっていう。映画の絵コンテの作り方の近いかもしれない。スターウォーズもそうだったよね。そのでかい壁。どこと比べてんのよ。同じレベルですよ。同じレベルじゃない。結構漫画家さん多いと思いますよ。こうやって小さいミニネームとか、マメネームっていう風に、まあ人によって呼んでるんだけど、小さいから。あ、そうそうそう。こうするとまあ全体の流れがつかみやすいんで、自主制作とか同人誌とかだと、もしかしたらもうあれから急に原稿でもいいかもしれない。おお。だけど担当さんに読んでもらわなきゃいけないから、一旦こういうネームっていうね、今画面で見えてるやつにしないと、担当さんもさすがにあれで見せられてもちょっと分かりませんよってなると思うんで、自分だけが分かってりゃいいんだったらあれでいいと思う。なるほど。じゃあこれが2つの使い方っていうか、うん、もっとはっきりキャラクターの位置と形とか分かるためもあるし、ね、で編集者に見せて、うん、なんかあれは少しこういう感じにしたらどうですかとか、うん、そういう提案が来る感じですか。ここをもっと表情をこう見せた方がいいんじゃないですかとか、人によってクオリティすごい上下すると思う、ネームは。本当にここまで表情を描かない先生もいらっしゃると思うし、逆にもうそれ下書きでいいんじゃないぐらいの描き方する、まあ綺麗に描いちゃう人もいると思うし、漫画家になりたい人のために最低限とかありますか。出版社に行って、やっぱりこのレベルはちょっと低すぎて、あ、吹き出しに何が書いてあるかさえ読めれば意外といいかもしれない。あ、だから文字も、画面に写ってるのはネームだけど、はい、これはテキスト打ってるんですよ、こうやって、うんうんうん、これ別に 手で書いてもいいんですよ。うーん、だけど手で書いたら読めなかったら嫌だなと思って俺はテキストで打ってるんだけどうん、うん、本当だからまあそのレベルで、その、自分以外の他人が読んでも最低限どこが伝わるラインなのって言った時に、多分文字だと思う、字が読めれば。なるほど。話を伝えることは多分優先。そうだよね、うん、絵よりはそっちだと思う。でこれプロクリエイトのデータとか写真撮ってクリップスタジオに入れたら、うん、次の段階は下書きかな、うん、だからまあレイヤー分けてるって、枠こんな感じかなって、これはさすがに分けとかないと大変なことになっちゃうんだ